小惑星ルナ2。今ここには連邦軍の最前線基地がある。補給の隙を突きシャアの包囲を突破したホワイトベースはここルナ2に寄港していた。しかしそこで少年たちを待ち受けていたのはルナ2方面軍司令ワッケインと戦いがもたらす厳しい現実であった。ワッケイン司令、避難民だけでも収容していただけませんか。皆さん方には気の毒だが、この船は新型の戦艦です。地球連邦軍本部ジャブローに直行して皆さんの以後の処理を決定します。ひとときの休む間も与えられず出航するホワイトベース。一方これを追うシャアは大気圏突入の隙をついた前代未聞の攻撃を敢行する。第一目標木馬、第二目標敵のモビルスーツ、諸君らに期待する。発進後4分でホワイトベースに戻るのよ。そうしないと大気の摩擦熱で焼け死ぬわよ。了解。後方 R3 度、ガスは4機です。4機も話が違いますよ。事実は事実よ。シャアだって補給はするでしょうね。ち、気楽に言ってくれて。あなたならできるわ。おだてないでください。カタパルトへ発進、どうぞ。行きます。大気圏突入。アムロ、うまくやれよ。敵もモビルスーツを発進させたよ。ドレ、援護しろ。我々は二手に分かれて攻撃を開始する。了解。接近して叩け。は、しかし銃撃が激しくて。俺が激しいものだ。よく相手を見て下から攻めろ。アムロ、ザックがホワイトベースの下に回り込む。頼む。上がってきたようだな、このパイロットは。
体験突入スタンバイ確保。